はい、皆さん、毎度毎度。パーマを早く巻くことね。力を抜くだね。女性の方は最初から力んでやってないんだよね。男だよね。男性美容師はね、早く物事をやろうと思ってね、力むんだよね。ペーパートリー君でも輪ゴムトリー君でもね、カンフー映画みたいにもうピシッと手を動かすっつうの？それやるとね、疲れんだよ。だからね、持久力がないからすぐにね、なんかダラ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 巻きたくなるっつうの？輪ゴムでもペーパーでもロットでもね、さっと取り行くっつうの？ある一定の速さを超えるとね、まあ、筋力でさ、手を早く動かさなきゃなんないじゃない。早く動かしたら手を止めなきゃならないじゃない。だからそのね、止めるのにもね、ブレーキかけるのにも疲れるのよ。取り行く時の加速ね。これも、いきなり急加速すると疲れんだよ。ある程度ね、静かにふわっと動き出せばいいのよ。ふわっと動いてふわっと止めるっていう感じ。急加速、急減速はしないってことだよね。まあ、手の動きっつったら5、60センチでしょ。巻いてるところからロットトリークまで手が5、60センチ動けばいいわけじゃない。それを急加速で取り行ったからったって、それほど速くなんないよね。ふわっと行ってふわっと取って戻ってくる。1秒も速くなんねんじゃねえか。急加速して、ね、1秒かかんの 0.7 秒にしようと思うと、やっぱり疲れてね、持久力がなくなってね、だるくなるんだよ。だパーマ巻くときね、体のね、どこかしら一箇所ね、つま先でもね、腰でもね、肩でも首でもね、一箇所でも力が入ってると早く巻けないんだよね。このね、力を抜くって言うんだけどね、これね、女の子の方が力が最初から入ってないから、比較的ね、パラ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 早く巻けるようになるんだよね。で、男はね、気合い入れると、ある程度早く巻けるようになる。それこそ力入れるって、ガッガッガッってやるから。でも持久力的に2、30分巻いたらもうヘロヘロになっちゃうんだけど、で女の子は最初から力抜く。でから巡航力があるっつうの、延々となんか続けたられるっていうのかな。これがちょっと違うんだよね。だから自分とお兄さんの巻き方の違いってそこなんだよね。お兄さんってやっぱり力を入れて巻くか、ダラダラ巻くかってどっちかなんだよ。ごく稀にね、忙しい時ね、なんか気合が入ってる時はパッパッパって巻くけど、やっぱり続かないんだよね。やっぱり、何のテンションもかかってない、モチベーションが上がってない時はなんかダラ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 幽霊みたいに巻いてるっつの？本人は気づいてないけど、早く巻くとだるいって分かってんだよね。お兄さんなんか早く巻く時は本当にスポーツなんだよね。それこそ10分間格闘技を続けるような感じっていうの？だから本能で分かってるから、そんな力出したくないからダラ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 やる。だからね、ロット巻くとき、仕事やるとき何でもそうだけど、力を抜くことだよね。自分も若い頃ね、母親と巻くじゃない？母親ね、いつでもね、こうパラ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 ね、巡航速度が速くね、気合い入れて巻いてるように見えたんだよね。なんでこの人はこんなに頑張って巻くのかなみたいに。だから男はね、モチベーションが上がんないとね、ガン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 巻けないんだよね。それこそ男が気合い入れてね、早く巻くとね、お客さんの頭がね、クラ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 動いちゃっての力入れすぎで。50歳ぐらいになった時かな、それやるとね、疲れるって分かったんだよ。とにかくね、気合い入れて早く巻くと疲れる。とにかく力を抜こうと思ったの。それからなんかね、巡航速が速くなった気がする。ロット巻くのが常にこういうね、なんかパラ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 巻くようなペース、今こんな感じで巻いてきたけど、このペースが巡航速度なんでね、疲れない速度。これ以上早く巻くと疲れるし、ゆっくり巻いても疲れんのよ。それこそこれ以上ゆっくり巻いたら、いつになったら巻き終わるのっていう精神的なこうメンタル疲労が起きちゃうんだよね。で、早く巻くとこの筋肉疲労が起きるから、もうでもこの年になると、もう早く巻くっていうの、筋肉疲労はさせたくないっていうのが本能であるね。仕事は何でもそうだと思うけど、力んで急いでやるっても早くはなんないよね。とにかく全身の力をすべて抜いて、最低限の力しか出さないっていうの、ふわふわふわとね。それがなんか仕事早くやるコツかな。手が早く動くっていうか、体が早く巡航速が上がる、なんていうんだろうね。まあそんな感じ。はい、お疲れ様でした。はい、パーマの方はね、CMC の N ね、CT の N だっけ？あれでかけて、久しぶりのパーマね、セルフカラーなんだけど、半年ぶりぐらいのパーマかな。だからちょっと保持時間長めね、10分近く置いたかな、8分ぐらい置いたかな。そんであとは2液だね、そこまでノーカットでね、垂れ流し。はい、お疲れ様でした。